講団社ラノベチャレンジカップは講団社ラノベ文庫がかつて主催していた公募新人文学賞の一つである。常に新しい才能を発見することが講団社ラノベ文庫の最大の使命となっており、先に創設された講団社ラノベ文庫新人賞と合わせて新人作家の発掘に力を加えるべく創設された。第1回の募集には384作が集まり、 その中から4作が賞を受賞した。第1回より年1回の募集であった。講談社ラノベ文庫新人賞同様、一次、先行通過者全員に作品の評価シートが送られた。また編集部の様子を見るため、作品作りに対するアドバイスなどを行うために2次、先行通過者全員をラノベ文庫編集部へ招き入れていた。その際に1作品につき、原則1名。 上限付きで往復交通費等が全額支給されるのが、講段社らのベ文庫新人賞との大きな違いであった。第1回及び第2回の募集時には、応募作品の枚数制限が100枚から150枚とされていたが、第3回の募集より加減枚数が80枚で、上限は無制限となった。これは第1回。 第2回の選考委員を務めた杉井光の提案によるものである。変更後の応募規定に基づき行われた第3回選考においては、ページ数が多いから受賞したわけではないものの、通常の3倍を超えるページ数の作品が対象を受賞するという結果となった。講段者らのべ文庫が募集する新人賞は、講段者らのべチャレンジカップの他に、 公団社ラノベ文庫新人賞もあり、新人作家の発掘に積極的であることが伺える。2018年の第8回をもって廃止され、2019年以降は公団社ラノベ文庫新人賞に統合されることになった。受賞作品については公団社ラノベ文庫公式サイト並びに募集締め切り翌年に発売される文庫挟み込み、チラシにて発表された。社事は、 未観光作品。内話解題。講談社ラノベチャレンジカップのお知らせ。講談社コミックプラス。http://kc.kodansha.co.jp:/sep:/90008/01/ アプリケーション4、ローノブ、アプライローノブ、html2013 年5月5日閲覧。 第2回講談社ラノベチャレンジカップ選考会、風景公表。講談社コミックプラス。http lanove.kodansha.co.jp スラッシュアワードスラッシュ chalengecup l スラッシュ2スラッシュレビュースラッシュ2016年1月3日閲覧。 第3回講談社ラノベチャレンジカップ選考会、風景好評。講談社コミックプラス。http lanove.kodansha.co.jp a w、e. a r d chalengecup 3ス e ッ,ッ2016年1月3日閲覧。このライトノベルがすごい。 2013p167ISBN978 から4から800203571第8回講談社ラノベチャレンジカップ講談社ラノベ文庫 h t t p l a n o v e k o d a n s h a c o j p a w ッ r d c h a l l e n g e c u p 8 2 0 1 8年12月1日閲覧。第1回講談社ラノベチャレンジカップ。講談社コミックプラス。 http://lanove.kodansha.co.jp a w a r d chalengecup 1 2016年、まあ、1月3日閲覧。第2回講談社ラノベチャレンジカップ。講談社コミックプラス。 http://lanove.kodansha.co.jp スラ a シュアワ challengecup 2スラッシュ2016年1月3日閲覧。第3回講談社ラノベチャレンジカップ。講談社コミックプラス。 h t t p l a n o v e k o d a n s h a c o j p a w a r d c h a l l e n g e c u p 3 2 0 1 6年1月3日閲覧。第4回講談社ラノベチャレンジカップ。講談社コミックプラス。 h t t p l a n o v e k o d a n s h a c o j p a w a r d c h a l l e n g e c u p 4 2 0、はい、1 6年1月3日閲覧。第5回講談社ラノベチャレンジカップ。講談社コミックプラス。 h t t p l a n o v e k e o d a n s h a c o j p スラッシュアワードスラッシュ chalengecup l, l、e n G e c U B、スラッシュ5スラッシュ2016年4月3日閲覧。第6回講談社ラノベチャレンジカップ。講談社コミックプラス。2017年3月28日閲覧。第7回講談社ラノベチャレンジカップ。 講談社コミックプラス。http コロンスラッシュスラッシュ lanove.kodansha.co.jp スラッシュアワードスラッシュ chalengecup l スラッシュ7スラッシュ2018年4月1日閲覧。第8回講談社ラノベチャレンジカップ。講談社コミックプラス。 http://lanove.kodansha.co.jp:/rd/challengecup:/8/2019 年4月4日閲覧。ありがとうございます。